部員はひな一人ながらも楽しく活動をする羽岡天文部。ところが天文部に廃部の危機が訪れてしまう。部を救うため行動を起こすひなだが、果たして部を存続させることはできるのか。二つ星のアンサンブル。しゃねな。天文部入部しまーす。天文部入部しまーす。はい、ということで、新曲追加月明かりの道しるべ、ありがとうございます。そしてですよ、星4が。一緒に星を見よう。私が教えてあげる。教えてあげるんときた。はい、ありがとうございます。来たわ、ひな。そして、お姉ちゃんが来るよ。あ、お姉ちゃんが来るよ。輝き方が違っても、並んで輝くことはできる。いいこと言うね。並んで輝くことができる。すごい。さすが双子リズムですよ、もう本当に。こっち欲しい。あ、マジこっちのイラストめっちゃ好きだわ。あ、両方好きだったわ。画面越しの YouTube ユーザーの皆さん、こんばんは、ピラス。はい、ということで、星くずのホロスコープガチャ、今回引いていきたいなと思います。ドリフェスがなんちゃらとか、今まで言ってたんですけど、なんだかんだ引いてんだよね、僕。引かざるを得ないイラストが来るから、それも引くしかねえじゃんという天文部へようこそ。僕、ちなみになんですけど、この天文部は入部規模出したんですけど、むしられましたね。はい。星音が氷川ひなさん、氷川さよさん、二人で見た星空、そして、すぐみ全員欲しい。マジで欲しいやつ。そして、まあ、個人的にさよさんのイラストが、本当に、特訓後のさよさんのイラストが本当に好きなんで、やばいでしょ。こんな双子この世にいねえよ。引いていきたいなと思います。今回41連か。納税含めて41連ガチャ引いていきたいなと思います。ツイッターやってる方なら知ってると思うんですけど、まあ、黒春がね、140連で、さよさん引いたという報告をしておりましたので、まあ、僕は41連しかできないんですけど、惜しくも黒春超えはできないんですけど、まあ、この41連で、さよさん狙って引いていったらいいなと思います。いや、もう本当にね、星4のさよひな、どちらか来てくれたら嬉しい限りでございます。それでは納税から行ってみましょう。ブーシロー来いよ、ここで来てもいい。さあ、もうさよひなでお願いします。さあ、ここからね。僕基本的に、まあ、こういうガチャの日、寝てて起きたら、まあ、ガチャが開始してる、イベントが開始してるってことがよくあるんで、やっぱ寝る前はワクワクしながら寝てるわけですよ。起きたらガチャだっつってね。それでは40連引いていきたいなと思います。まずは10連目から。なんだかんだ星を毎回ガチャで引かせてはいただいてるんで、1枚ぐらい来てもいいでしょ。さあ、それでは行きましょう。ブーシと10連、さ、頼む。ホロスコープガッ、よっしゃやべえな、マジで。なんでやべえと思うわ。ブーシと、さあ来い。まずイーブちゃんは、さあ、オッケーですよ。ちょ、ところね、そういうとこ、あ、そういうところね、じゃなかった。うわー、やばっ。これは食べられる果物だそうですよ。おっと、これはもう、だいぶ前のイベントですやん。ありがとうございます。山下、マヤも全然大丈夫だけど、さよひな欲しいよね。ハグ。ありがとう。あっ、つかのんちゃん、ありがとうございます。私、ミッシャルに入るよ。そんなことがあっていいのか？あっ、それね。ね、いろんなコラカゾに使われてるやつね。持ってたわ。ありがとうございます。そして、山下、マヤいいね。今回、山下マヤ引き多いっすね。上から読んでも、下から読んでも、花園タイル。そして、あっ、さよさん来た。いいね。さよさん、そして、おっ、またかのんちゃん。いいね。元気を届けてあげて。めっちゃ美咲ちゃん心配するやん。あ、かわいい。持ってるね、これも。はい。星4引いたやん。なんで毎回確率アップを見事に外していくんですかね。でも僕、ヤマト前の星持ってなかったんで、普通に嬉しいです。はい、そんな感じで。前回のガチャで言われたんですよね。オッピーさん、乱数調整やってないです。あ、美咲乱数調整をやってないですよ。言われたんで、そういややってなかったなと思いまして。そう、このイラストさ、ひなちゃんの覚醒特訓後のイラスト、さよさんとひなさんね、小指をなんかもう結んでらっしゃるんですよね。僕も双子の姉妹として生まれたら、いつか小指を結んでる日があったんでしょう。ね、はい。それでは、トーク下手かよ。20連目引いていきたいなと思います。むしろ、さあ、いいですよ。もう来ていい、来い、やばい。化け物かよ。ドリフェス一人で開催しちゃってますよ。はい、星屑のホロスコープガチャ20連目、後ろ、さよ、ひな、山吹、バン、そしてカノッチャンス、バイ、いいね。これ俺のお姫様、そしてミッシェル、いいね。いや、もう来るっしょ。あっと、
ぱいおっぱいいいねいいねあっちょっと星を見よ私が教えてあげるしゃしゃこら螺旋岩かわひなちゃやべえ天文部入部しまーす僕も今日から天文部おっぱい僕今日から天文部入りまーす鶴巻心はそしてお姉さんがいるのっていいですねこもしかしてつぐみちゃんのやーばやばたぎえんマジでマジスカ学園だよマジやばうわーつぐつぐも引けたし螺旋岩引けたしあとさよさん今までこんな感じじゃなかったね20連でもうすでに3枚中2枚引けるっていうあちなみにあのイベント報酬としてココロちゃんとリサネだったかなあー心臓バクつくや楽しいガチャの方が出せマジでそれでは30連目入れていきましょうブーシロさ、さすが御嶽乱調整と言ったところですね。はい。まあ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 、大丈夫ですよ。そして、まず、リンコちゃんから始まって、ちょ、心ね、ありがとうございます。そして、4匹パン。あこちゃん、ありがとうございます。青バラ、重なり合う、青バラ、鶴巻、心おっ一緒に星を見よう私が教えてあげるお姉ちゃんは、でも僕、どうするいや、死ぬんじゃねえの明日、隕石落ちたりしないねえ、天文部の何かの手違いで僕の家に隕石落ちたりしないよね。いや。ああ、ハゲハゲ、ありがとうございます。掛け声これでどうかな？はい、これでいいね。せーのですよね、確か。はーい、ありがとうございます。化け物でくさ。え？おい。さよさんは？おい、な、ここは、ここまで運良かったらさ、もうさよさん引けるんじゃねえのって思ってる自分がいるよね。はい。まあ、序盤からずっと欲しいと言っていたさよさんをね。あの、もう今僕天文部2回入部してるんで、よくわかんないですね。星屑のホロスコープガチャ引いていきたいなと思います。40連目、プッシュ！いいね、なんか、金のサイリウムでも期待できちゃうんだよね。さあ、上から読んでも下から読んでもヤマトマヤそして上から読んでも下から読んでもヤマトマヤそして上から読んでも下から読んでもチョココロネヤマトマヤ上から読んでもヤマトマヤどうしたヤマトマヤはい、鼻つぶったありがとうございますさあ、キラキラ星ありがとうそして、あっとハゲハゲありがとうございますメラメラっとはちょっと待って5人でお止まれだから今回は甘やかすのはなし宣戦布告リサネーですねありがとうございますもうひまるさんがねビビってらっしゃいますねあ、終わったはいそんな感じで今回引かせていただいた、新規メンバーなんですけど3枚ということで3枚というかまあひなちゃんを2枚引いたんですけどあ、しかもスコアアップだしスキル練習できちゃうしやべえな本当にそしてヤマとマヤちゃん引かせていただきました星4のありがとうございますそして天体観測12月の天体観測ハザーつぐみちゃんありがとうございますさあ、かわいいね。コンポタージュは僕、コーンアレルギーなんだよな。はい。もう2回入部したから僕はこの2回ともね、2回ともひなちゃんにあの、ドアを開けて、ようこそと、されたわけですね。怒涛の41連となりましたが、いかがでしたでしょうか？皆さん、星屑のアンサンブルガチャじゃねえよ。星屑のホロスコープガチャ結果、コメント欄の方に残してくださると嬉しいです。サイさん、欲しいけど、もう文句言えないガチャ結果をかましちゃってるんで、確率アップもしっかり仕事しましたし、おそらく次のイベント開始と同時にドリフェスが来る可能性が非常に高いので、まあ、今回はこの41連で幕を閉じたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。オッピーでした。またね。バイバイ。Thank you.